京王電鉄バスの一般路線バス京王バスの高速バス京王電鉄バス株式会社は2002年2月1日に設立され同年8月1日に京王電鉄自動車事業部の事業一切を継承して営業を開始した京王グループの中核バス会社である子会社に京王バス株式会社と京王バス小金井株式会社があり当社と合わせて 京王電鉄バスグループを形成している。本校では各子会社についても扱う。本社は3社とも、東京都府中市、春見町2-2、京王バス府中営業所内にある、京王府中春見町ビルに所在する。ただし、陶器場の本店は、東京都多摩市赤戸1丁目9-1の京王電鉄本社にある。キャッチフレーズは、常にお客様が主役です。 一般路線バスの営業エリアは、新宿から東京23区西部及び、多摩地域であり、京王電鉄バスグループの路線もは、京王電鉄沿線のほぼ全域に及ぶ。そのほとんどが、東京都内完結路線であるが、一部、京王相模原線沿線など、神奈川県内に乗り入れる路線もある。高速バスは、バスタ新宿、渋谷マークシティ、立川駅などを拠点に、 山梨県、長野県、岐阜県、愛知県への中央高速バスをはじめとして、群馬県、長野県への関越自動車道、上信越自動車道経由の高速バス、静岡県への東名高速道路経由の高速バス、大阪府、兵庫県、宮城県への夜行高速バスを運行している。京王電鉄沿線及び JR 中央線、沿線などから、羽田空港、 成田空港への空港連絡バス、調布駅と東京ディズニーリゾートを結ぶ直行高速バスなども運行している。加えて、新宿駅西口や渋谷駅から、京王電鉄沿線及び JR 中央線、沿線方面へのシニア急行バスも運行している。高速バス座席予約システムのハイウェイバス .com は2000年に、京王電鉄が開設し、バス事業分社化により、 京王電鉄バスに引き継がれ運営されている。沿線の各自治体からコミュニティバスも運行受託しており、京王電鉄バスとしては桜ヶ丘営業所で日野市ミニバスの運行を受託している。子会社におけるコミュニティバス運行受託は子会社の不死を参照。なお、京王電鉄バスの名称は本来は1997年4月1日に、 最初の分離子会社として設立された、京王バス株式会社と区別するために、京王帝都電鉄直営のバス事業に対して付けられたものである。その後、2002年にバス事業が京王電鉄から分社化される際に、京王電鉄バスの名称がそのまま用いられた。京王電鉄バスの2020年3月31日時点での車両数は179台。 従業員数は351人。地域市会社各社の詳細については、子会社の不死を参照。京王電気機動は、1910年9月21日、資本金125万円で設立、本店を東京府豊玉郡に及畑村大和座及木安田三百291番地に置いた。京王のバスの歴史は1913年4月15日。 京王線の笹塚調布間の開通と同時に、未成区間の新宿駅笹塚駅間及び、調布駅府中国分寺駅間に5両の車両で乗り合いバスを開業したことに始まる。これらは東京における最初のバス営業である。この路線は暫定的な輸送手段の色合いが濃く、1914年に調布駅国分寺駅間が運休。 1915年には、新宿駅笹塚駅間も、鉄道開業に伴い廃止され、いずれも短期間で幕を下ろしている。慶応が再びバス事業に乗り出すのは、昭和初期のことである。大正末期の関東大震災後に、1万歳、自動車という会社が、甲州街道の新宿3丁目新町与畑間、新町青山4丁目間にバスを運行していた。 同社は1924年7月、甲州街道乗り合い自動車と、社名変更し、路線を、カラス山、調布を経て、玉村の東京市営公園墓地まで延長していた。さらに1937年頃、武蔵小金井北川から五日市街道方面で営業する、小金井乗り合い自動車、東京市内の音川などに路線を持つ山の、手乗り合い自動車を、買収合併し、 甲州街道乗り合いの路線網は、甲州街道沿いにとどまらず、広範囲にわたっていた。甲州街道に並行して、軌動線を持つ京王電機は、甲州街道乗り合いの発展を脅威と感じ、1927年5月に、同社の持ち株の過半数以上を取得して、関連会社とし、1937年12月に、甲州街道乗り合いを完全買収して、 事業の一切を吸収した。これにより、京王電気軌道自動車化及び同化笹塚営業所が設置され、軌道線交バスの廃止以来22年ぶりに、直営バス事業が再開された。これが、現在の京王電鉄バスグループにつながる源流となる。さらに、甲州街道乗り合い買収の同日に、高尾遊覧自動車も買収した。当時の京王電気軌道直営の、 慶応バスのカラーリングは水色地に白色帯であった。その他にも周辺事業者の買収を積極的に進め、1937年6月に藤沢自動車、同年7月に中野乗り合い自動車と周辺のバス事業者を系列化した。多摩地域では1938年3月に武蔵中央電気鉄道及び、 同社の参加にあった八王子市街自動車を買収し、八王子営業所を開設した。また同年に、高畑のリ自動車を、翌1939年に、吉木のリ自動車を買収し、事業を吸収している。京王電機は直営バス事業再開後、青山や十二社などへ、路線エリアを拡大し、1935年設立の、 東都乗リアイ自動車及び1916年設立の鳩ヶ谷自動車を参加に収めるなど、バス事業者としても、都内有数の事業者として、勢力を強めていった。しかしその矢先に大東亜戦争が勃発し、1942年2月1日には、陸上交通事業調整法に基づく、戦時統合のため、新宿伊東の山手線内の以下3区間が、東京市へ譲渡された。 そして1944年5月31日、京王電機は東京急行電鉄に合併され、いわゆる大東急が成立するに至った。京王電機が直営で運行していたバス路線のエリアは、むね甲州街道場、または新宿区12社周辺及び現在の多摩地域であった。現在の京王バス、中野営業所及び営福町営業所が管轄する。 路線の多くは、東京横浜電鉄傘下の東横乗り合いが、中野、杉並両区内の事業者を統合して運行していた、ものである。このうち、現在の三鷹線の原型路線は、1935年に、帝都電鉄に条とされ、帝都電鉄バスとして運行されていた。1935年、帝都電鉄も乗り合いバス事業に着手し、大宮八幡小金井間、 井の頭公園群れ間の2路線で営業開始している。これは、東横乗り合いが1932年に、女性乗り合い自動車から買収した路線を譲渡されたものである。テンプレート、c オルソ s o l バス k 王電機大東急時代、k 王帝都、k 王電鉄直営時代、k 王電鉄バス時代 k 王では、バス事業の抜本的な経営効率化を図るため、 京王帝都電鉄時代の1997年4月1日に京王バス株式会社を設立して以来段階的分社方式により子会社への路線移管を進めてきたバス事業が完全に電鉄会社から切り離された現在これらの会社は京王電鉄バスの子会社に位置づけられており自社路線のほか、京王電鉄バスからの委託路線も運行する 京王電鉄バスが運行していた高速バスは、段階的に京王バス東に移管し、2018年9月3日の仙台線、日田鉱山線、長野線、松本線の移管により全面移管が完了した。京王バスの設立以降、子会社各社では乗務員の接遇教育に力を入れており、運転だけでなく接客対応をはじめ営業に移管する。 こと全般を職務とするとして、乗務員を営業係と称している。2020年6月9日に行われた株主総会にて、同年10月1日を、効力発生日として、京王バス東、京王バス中央、京王バス南の子会社3社が合併することを決議した。この再編について、経営の効率を高め、経営資源の配分をより柔軟に行うため、 としている。合併にあたっては、k 王バス南が、存続会社となり、k 王バス東と、k 王バス中央の2社は、九州合併されて、法人を解散する。なお本内容が発表された8月3日付の、電子広告では合併後の新社名や、k 王バス小金井の扱いについて記載されて、いなかったが、その後のリリースで合併後の新社名については、k 王バス株式会社とし、 京王バス小金井についてはそのまま存続することが発表された。そして予定通り10月1日に3社が合併し、京王バス株式会社が発足した。子会社は2020年10月現在、以下の2社が営業している。京王バス株式会社は、路線バス、貸切バス事業を行う京王電鉄バスの子会社である。2020年10月1日に京王バス東、 京王バス中央、京王バス南の三社が合併して発足した。一般路線バスや高速バスの運行のほか、以下のコミュニティバスの受託運行も行っている。京王バス、小金井株式会社は2004年11月に設立された。翌2005年11月、京王電鉄バスの小金井地区における路線の一部を移管されて営業を開始した。営業所は、 小金井営業所のみで、コミュニティバスの運行受託は行っていない。新車は、京王電鉄バスと同じ京王電鉄バスカラーの車両が配属される。ただ下の営業所からの転属車は塗装変更されない、ため、京王バスカラーの車両も混在する。2020年3月31日時点での車両数は31台、従業員数は65人。 京王バス東京王バス東株式会社は1997年4月1日に京王バス株式会社として設立された最初の分離バス市会社であり同年10月1日より調布営業所の一部路線を当時の京王帝都電鉄から譲渡されて営業を開始したその後特内でも1998年10月16日より永福町営業所 2000年より中野営業所の路線の上と委託を受け段階的に分社化を進めた。最終的に3営業所のすべての運営業務を行うようになり、京王電鉄バスからの委託路線はなくなっていた。2003年10月、京王バス東株式会社に称号を変更した。世田谷営業所は高速バス、深夜急行バスのみを担当していたが、 2019年10月1日より、A 福町営業所へ統合され、A 福町営業所世田谷社庫となった。2020年3月31日時点での、車両数は376台、従業員数は699人。京王バス南京王バス南株式会社は、多摩ニュータウン、南大沢地区における旅客サービスの向上を、図るべく、2001年12月に、 南大沢京王バス株式会社の称号で設立され、翌2002年4月1日に営業を開始した。その後、営業地域の拡大と子会社間の社名整合化のため、2003年10月に京王バス南株式会社へ変更した。発足当初の管轄営業所は、南大沢営業所のみであったが、2008年8月1日に、多摩営業所、 2014年4月14日に、寺田支所が営業を開始した。2020年3月31日時点での、車両数は207台、従業員数は410人。京王バス中央、京王バス中央株式会社は、府中市を中心とする多摩地域中部を担当していた、子会社であり、当初は、府中営業所のみを有していた。2003年4月に設立され、 同年10月に営業を開始した。2008年4月1日、京王電鉄バス府中営業所が廃止され、京王バス中央に統一された。京王電鉄バス及び子会社各社の本社も、府中駅前から府中営業所内の本社ビルへ移転している。2019年11月16日、京王電鉄バス桜ヶ丘営業所内に、京王バス中央、桜ヶ丘営業所を開設した。 2020年3月31日時点での車両数は126台、従業員数は305人。京王電鉄バスグループの営業所は以下の通りである。営業所ごとに識別記号が与えられ、車番の頭に付加される。ただし所属営業所に関わらず、貸切車には、K、高速車には、X が割り振られる。長野線 K6 万に使用尻。 基礎福島選手会社の慶応バスは、バスタ新宿を拠点に、主に中央自動車道を経由しての山梨、長野、岐阜、愛知方面や、東名高速道路を経由しての静岡方面への中高高速バスネットワークを有する。慶応は、昭和30年代初頭から、富士山独方面への路線拡張に、積極的で、1956年10月6日に、 富士山独電機鉄道と乗り入れ協定を結び、新宿駅山中湖、川口湖間、1959年7月5日に、富士山独電機鉄道、山梨交通との3社共同運行で、新宿駅商船共管定期急行バスをそれぞれ運行開始した。これらの急行路線を中央道の開通後、高速道路経由に変更したのが、現在の中央高速バスである。 最近では渋谷マークシティや調布駅、立川駅を奇襲点とした高速バス路線もいくつか新規開設している。京王バスは1999年10月1日に京王電鉄より諏訪岡谷線の移管を受けて以来京王担当の多くの高速バス路線の運行を行ってきた。2006年7月14日には富士急シティバスと共同でその 沼津線の運行を開始した。京王電鉄バスより段階的に路線が移管され、2018年9月3日の仙台線、日田鉱山線、長野線、松本線の移管をもって全面移管となった。運行する中高高速路線は以下の通りである。2020年に富士五湖線に投入されたアストロメガ京王電鉄バスが運行していた。 博多号夜行高速バスは、1989年10月14日に、新宿駅西口高松駅線、1990年10月12日に、当時日本最長の路線だった新宿駅西口、西鉄天神バスセンター線、博多号を開業するなど、一時は4路線を運行していた。しかし、運用効率の悪さや、他の交通機関との競争から拡張には至らず、 1996年10月1日に福岡線以外の夜行路線をグループ会社の西東京バスに移管、さらに1999年1月18日に福岡線の運行も終了し、一時は夜行路線から撤退した。なお、車例の若い車両は座席を4列シートに改造の上中央高速バスへ転用された。しかし、2000年代に入り、 子会社の京王バスが2003年7月18日に、阪急バスと共同で、新宿駅西口大阪梅田線を、同年12月には、新規バスと共同で、新宿駅西口三宮駅姫路駅線を、相次いで、開業。2006年3月31日には、京王電鉄バスが、新宿駅西口仙台駅石巻駅間の夜行路線を開業し、 夜行バスは再開の兆しを見せている。大阪線は一旦撤退した後相手の会社を変えて復活したためねじれを生じている。また、神戸、姫路線は新規バスが単独で渋谷産のみや姫路に路線を持っていたが、ツアーバスの進出による競争激化で輸送力過剰となり、結局は京王、新規担当系統を渋谷経由に変更し統合された。 子会社の京王バスが以下の夜行高速路線を運行している。なお、前述の通り、名古屋線にも夜行便がある。仙台、石巻線プライム系車両で運行される。仙台線運行開始当初は石巻まで乗り入れていた大阪線池袋、新宿、渋谷大阪線神戸姫美美路線は、片郷、高東線、ゲル温泉線以外は、西東京バスへ移管された。 該当する3路線の現況については、西東京バス高速バス路線を参照。羽田多摩センター線空港連絡路線は、計8路線ある。羽田多摩センター線は2007年6月1日に、成田多摩センター線は2006年3月16日に、南大沢駅発着に変わり、それに伴い、京王バス東から京王バス南に移管された。 調布羽田線は2017年12月16日より、京王バス東から京王バス南に移管された。羽田八王子線の空港業のみ、座席指定制となっている。渋谷駅発の深夜急行バス。ワンロマ車で運行深夜急行バスは6路線を運行しており、新宿駅、渋谷駅の終電後に運転される。平日のみ運行、土日祝日当分。 年末年始は運休。東京都内を営業エリアとして事業を行っている。2016年から観光バス事業が強化され、新たにプライム系、コンフォート、スタンダードの3タイプの観光バス車両を配置されたが、プライム系については高速バスに転用されている。外観は高速バスとは異なり、赤とゴールドを基調にした塗装になっている。なお、 観光バス車両も高速バスに使用されることもある。貸切バス事業者安全性評価認定制度では、2017年10月4日、現在、京王バス東、京王バス中央が、京王電鉄バスが、京王バス南がとなっている。京王バス小金井は、貸切バス事業は行っていない。1953年頃の都職を再現した。 一般路線車70から80年代のワンロマ車で見られた塗装を再現した一般路線車1997年まで見られた一般路線バスの旧塗装1980年代から1990年代前半まで見られた高速路線バスの旧塗装京王電鉄バスグループの営業車両は2021年4月現在イスズ自動車日野自動車三菱不装トラックバス 日産ディーゼル工業、トヨタ自動車、スカニアの車両を保有している。ただし、日野とイスズの車種は J バスで製造される統合車種であり、実質的には日野とイスズを合わせて1メーカーである。京王電鉄バスグループの車番は以下の通り、所属営業所を表す A 字1字と5桁の数字で構成される。例えば、車番が M4290 であればを表す。 なお2006年より同じく KO グループの西東京バス、多摩バスもこれに似た不満方法を採用している。西東京バス車番、多摩バス車番も参照のこと。車両メーカーの変遷一般路線車は国内3メーカーから導入している。以前は日産ディーゼル製車両の割合がやや高かったが製造販売終了により新車への代替で徐々に数を減らしている。 かつて、日産ディーゼル製車両の割合が高かったのは、1995年から車両の低償化とバリアフリー対応を進めるにあたって、同社より、中型長尺ワンステップ車両を一括購入したこと、及び同社と共同で、車椅子スロープ付き小型車両を開発し、1996年より多数導入したことによる。日産ディーゼル車は、 富士重工業製の車体で導入していたが、富士重工業のバスボディ事業撤退により、西日本車体工業製に切り替えられた。1995年の日産ディーゼル車の一括、導入開始以前は営業所ごとに車両メーカーを指定しており、日産ディーゼル車は導入していなかった。1995年からの全者的な日産ディーゼル車の大量導入によりこの法則が崩れ、 営業所を問わず車種の均一化が進むことになった。なお、京王グループの西東京バスでも、それ以前は営業所ごとにメーカーが指定されていたが、同様に1995年以降は、日産ディーゼル車の一括導入が開始されている。1998年夏には、日産ディーゼル製の大型ノンステップバスを一挙に22両、投入、中野、永福町、 府中の各営業所に配属した。2002年と2003年には、A 副町営業所に UA の CNG 社を導入した。最後に導入された日産ディーゼル社は、2008年の JP とスペースランナー RA であり、2009年は JP の OEM 車種であるエアロミディ S を導入している。日産ディーゼルは2011年3月までにバスの製造販売を終了したため、 以降はすべてた3メーカーから導入されている。なお西東京バスでは、日産ディーゼルのバス製造販売終了後もイスズ社が導入されているが、一般路線用の三菱不送車は2014年まで導入がなかった。三菱不送車はエアロスター、エアロミディなどを導入している。大型車は日産ディーゼルの製造販売終了直後導入が増えた。中型長尺車は、 レインボー HR などと同時期に複数配置されている。中型車は日野車がメインであることや一時期販売終了していた影響もあって導入していなかったが、販売再開後に複数台導入し、その後は再び販売終了したため導入が途絶えた。イスズ車は中型車のイスズジャーニー系に続き、2000年にエルガミオが2両導入されて、以来しばらく導入されておらず、 2012年11月までにすべて除籍されて一旦消滅したが2013年8月に A 副町営業所にエルガハイブリッドが納車されイスズ社の購入が再開された。モデルチェンジ後はエルガが府中南大沢高尾にエルガミオは A 副町に導入されている。日野社は大型社はブルーリボン中型社はレインボーを導入している。 ブルーリーボン式となったモデル以降は導入されていなかったが、イスズの OEM となった後に2006年度よりブルーリーボン2を導入開始し、モデルチェンジ後のブルーリボンとなった以降も継続導入している。レインボーは中型長尺車をメインに導入していたが、中型車も4枚オリド仕様で細々と導入していた。その後に日産ディーゼル RN の代替として、 エルガミオの統合車種となったレインボー2を多数導入したため中型車の主力となっている。またコミュニティバスは1986年より日野市ミニバスの運行を開始し、その後全国的に発展したコミュニティバスの先駆けとなっている。このミニバスでは日野自動車が開発した全長7メートル、全幅2.1メートルのリアエンジン小型バスである日野。 レインボー RB を採用した。その後も、後継車種のリエッセイやポンチョが、主に、コミュニティバス用として導入されている。また、2009年9月27日から、運行開始した、新宿ウィーバスには、日の、レインボー2を天窓を設置した独特なデザインに、改造して投入している。2011年12月1日からは、新都心、循環線も、 新宿ウィーバスに組み込まれ路線が拡大されている。2016年7月29日からは映画新ゴジラ公開に合わせてゴジラのラッピングや降車ブザー音をゴジラのおたけびに変更したゴジラバスも運行開始した。2021年には京王バスでは初となる連接バスが導入され、同年4月5日より八王子営業所と 高尾営業所で運行開始された。車種は、日野、ブルーリボンハイブリッド連接バスで、両営業所に各1台配置される。特徴的な仕様、京王バスの特徴的な仕様としては、以下のような点が挙げられる。過去の特徴的な車両としては、高速、路線兼用車、ワンドマが挙げられる。詳細は、中央高速バス高速、路線兼用車、ワンドマを参照のこと。 カラーリング一般路線車両のカラーリングは、京王帝都電鉄の発足直後からき、赤、白の3色を用いたカラーが使われてきた。現在の西東京バスとほぼ同じカラーリングであるが、これは、京王主導による三車合併で、西東京バスが設立された際に、初代京王帝都カラーを採用したものである。その後、京王の方がカラーリングをたびたび変更したため、 西東京バスカラーとして、現在も残っている。慶応では1975年に、黄色地に、大色の帯の2色の簡略塗装を採用している。1990年6月の、コーポレートアイデンティティ導入により、アイボリーを基調に、紺色とローズピンクのアクセントを加えた慶応グループ、共通塗装を制定し、慶応6 0 0 0系電車も帯色を変更した。このため、 京王電鉄カラーと呼ばれる。バス車両や京王自動車のタクシー車両も、この京王電鉄カラーを採用した。また、日野市ミニバスのレインボー RB は、当初は2代目京王程度カラーで導入されたが、1990年の新 i 導入により、ミニバスカラーが制定され、ソウルバスがデザインした。 KO 百貨店の鳩の柄の包装紙をアレンジした白地に三色の羽を散らしたカラーリングとなった。さらに、1997年に設立された KO バス株式会社の車両は、これとは異なる白地に青色の帯にゴールドをアクセントとした塗装が採用された。以降も子会社ではこのカラーリングを採用したため、KO バスカラーと呼ばれる。その後は原則として、 京王電鉄バスと京王バス小金井の車両が京王電鉄カラー、京王バス東、中央、南の車両が京王バスカラーで導入されてきたが京王電鉄バスから京王バス各社へ転属した車両が塗装変更されないまま使用されることも多い。2020年以降は京王電鉄バスの車両も京王バスカラーで導入されるようになった。二千十三年には京王の電車、 バス開業100周年を記念し、京王帝都電鉄発足の1940年代から、現都職になる1990年代までの、旧塗装を復刻したエアロスターが11台導入された。その後、2015年に日のブルーリボン2で、復刻塗装車が4台登場した。高速路線車、空港連絡車は三菱不装トラックバス、日の自動車の2車から導入していたが、 2016年より、イスズガーラ、2020年より、スカニアアストロメガが導入されている。以前は、夜行高速バスや長距離路線には、スーパーハイデッカー車が導入されていたが、現在は、ダブルデッカーのアストロメガを除きハイデッカー車に、統一されている。カラーリングは、三菱不走、エアロクイーン M 導入時に採用された白地に、赤と茶の波形ラインの入った、 高速バスカラーが、西東京バスや京王自動車も含めて現在まで採用されている。名古屋線、大阪線、神戸姫路線には原則として、独立三列シート、仙台、石巻線と長野線の一部には三列シート車両が、それぞれ使用されている。その他の路線には、四列シート車両が使用されているが、稲井田線、松本線、長野線、名古屋線、 静岡線、浜松線の一部にパウダールーム付き車両を投入している。また、松本線にはシート幅の広い S クラスシートも付いた車両も投入している。4列シート車では車両により座席数、補助席、ドアなどの違いがある。ちなみに S クラスシート付きシート車は前方に S クラスシート4席プラス4列シート30席の34席車でパウダールーム付き。 36席車もパウダールーム付き、38席車は補助席なしとなっている。高速バスでは2010年から、一般路線バスでは2012年から Y2300 の公衆無線 LAN アクセスポイントを車両に搭載している。一般路線については、auiFi w、Fi、スポットやドコモ w iFi も利用できる。深夜急行バスは、世田谷営業所の担当路線には高速路線車が使用される。 調布営業所の担当路線にはエアロスターのワンロマ車が使用され、昼間は一般路線に充当されている。調布営業所のワンロマ塗装は、KO バスカラーを高速バスカラー風にアレンジしたもので、波形ラインの赤が青になり、下部が一般路線車と同じ茶色となっている。車内はハイバックシートで、シートモケットの柄もワンロマ専用となっている。空港連絡バスでは、 2016年12月10日から多摩センターにあるサンリオピューロランドと k 王バス南のコラボレーション企画として多摩地区と羽田空港を結ぶ路線にサンリオキャラクターがラッピングされたサンリオピューロランド号を運行している。さらに2017年7月7日から同コラボ企画第2弾として多摩地区と成田空港を結ぶ路線でもサンリオピューロランド号の運行を開始した。 同号の車両は外観だけでなく内装や案内放送なども特別仕様となっている。第1弾では三菱そ装、エアロエース1台を転用改造しピンク色ベースのラッピングを第2弾では日野セレガの新車1台に水色ベースのラッピングをそれぞれ施している。観光バスは2016年から観光バス事業の強化により 外観が高速バスとは異なった赤とゴールドを基調に、下、塗装の専用車両が用意され、高速バスから、転用改造されたプライム系仕様の三菱不装、エアロエースと新車で投入されたコンフォート仕様及び、スタンダード仕様の日のセレガ及びイスズガーラが存在する。プライム系仕様の三菱不装、エアロエースについては2018年に再び、高速バスに転用されている。 2018年には車椅子対応リフト付き観光バスも一両導入されている。高速バス繁忙日には観光バスも高速バスに導入される。関東自動車へ移籍した日産ディーゼル JP、京王電鉄バスで役目を終えた車両は全国の地方事業者に譲渡されているが、以前は東急バスや小田急バスなどのように全国の広範囲に譲渡されてはいなかった。 しかし、2000年以降に、東京都を含む、首都圏が自動車 NOX、PM 法による、特定区域に指定されたことなどから地方への譲渡が、増加し、系列の西東京バスを含めて、茨城交通や福島交通などの、道のリホールディングス参加の事業者をはじめ、全国各地に譲渡されている。1995年以降に大量導入した、 日産ディーゼル JP 及び RN ワンステップ等を皮切りに近年は JP や RM を中心にレインボー HR 系やエアロミリィ m 系などが地方の事業者に移籍している。また一部の車両はミャンマーなど海外へも輸出されている。2021年5月15日現在、2014年に KO バスの公式キャラクターが誕生したバスの形をした双子のキャラクターである。 このキャラクターの愛称は、公募により、ピンポンとパンポンに決定した。これには、社内ブザーの、ピンポンと、社内放送で流れる、ピン、ポン、パン、ポンの覚えやすく、馴染みやすい意味が込められている。ピンポンは、慶応電鉄バスのカラー、パンポンは、慶応バスのカラーである。着ぐるみの形で様々なイベントに参加して、慶応バスを PR している。 ゆる、キャラグランプリにも出場している。2020年12月18日、UR 都市機構が、東京駅八重洲口付近に取得を予定している、八重洲バスターミナルの運営事業者を、京王電鉄バスに決定京王電鉄バスの子会社に関するカテゴリー京王バスに関するカテゴリー、京王バス南に関するカテゴリー、京王バス小金井に関するカテゴリー、京王バス東に関するカテゴリー、 京王バス中央に関するカテゴリー、ありがとうございます。